木村隆姫は、日本の政治家、元衆議院議員、初代防衛副大臣、国土交通大臣政務官、内閣府大臣政務官、衆議院環境委員長等を歴任、愛知県名古屋市中川区生まれ、名古屋市立ヤグマ小学校、名古屋市立三王中学校、愛知県立厚多高等学校卒業、1978年、 東京経済大学経済学部卒業。株式会社に治療勤務後、衆議院議員、西岡武雄の秘書となる。1983年4月、愛知県議会議員選挙に、中川区選挙区から立候補し初当選。1987年の県議選で落選。1991年の県議選で2回目の当選。1995年の県議選で参選。 1996年の第41回衆議院議員総選挙に愛知国より自民党公認で出馬。民主党の赤松博隆に赤敗するが、比例党会ブロックで復活し初当選。父親が果たせなかった夢を達成した。当選後、当時の橋本龍太郎首相の出身派閥である平成研究会に所属。 2000年の第42回衆議院議員総選挙では再び赤松に敗れるも比例復活で当選。2002年に例外的に夫婦の別姓を実現させる会に参加。2003年の第43回衆議院議員総選挙では3、度び赤松に敗れ、比例復活もならず落選。しかしその直後、愛知4区から出馬し比例復活で当選した。 近藤博氏が公職選挙法違反で逮捕され、同年12月9日に辞職。それに伴い木村は繰り上げ当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、小泉フィーバーに乗り、赤松を破って初めて小選挙区で当選。名古屋市の衆議院小選挙区では自民党唯一の勝利となった。民主王国における勝利は、大金制と呼ばれた。 2006年9月発足の安倍内閣で防衛庁副長官に任命された。2007年1月の防衛省発足に伴い、初代防衛副大臣に就任。2007年10月9日、直送選挙に出馬せず今期限りで政界を引退することを表明する。引退の理由として、自身の性格が議員に不向きではないかと考えていたこと、父親が死去した時の年齢と、 同年齢になったことを節目に自身の今後について考えた結果、普通の生活に戻りたいという気持ちが高まったことを挙げた。突然の引退表明は一部の関係者、支援者から無責任との批判を受けた。なお2年後の2009年の第45回衆議院議員総選挙の愛知国区には公認として愛知県議会元議長の寺政学の息子、 寺西厚氏が出馬するが大差で落選している。ABCDEF、安倍さんに続き、木村議員無責任引退。スパニッキーアネックス、オリジナルの2007年10月14日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org//web/20071014010858/http://www. スパニッキー COJP、ソサイティ、スペシャル、2006祖祭戦、クフルノーマル200億7 1 0 1万50、HTML2017 年7月20日閲覧。愛知県議会誌、第14巻愛知県議会、2010年12月10日、256ページ。ABC、自民党、木村隆秀衆院議員突然の引退表明。日テレニュース24。 http://www.news24.jp:/articles/2007/10/09/0494834.html2015 年4月17日閲覧。ありがとうございます。